博物館と、庭園ミュージアムレストランあずきミュージアムは、小座校が、兵庫県姫路市の本社工場の臨地に、庭園、レストランと一体でデザインしに0 0 9年にオープンした、あずきをテーマとする、世界初の博物館。正式名は、小座校、あずきミュージアム。地元で、回転焼きの老舗として知られる、和菓子メーカー、小座校が、案の主原料であるあずきの文化の伝承と、 創造活動の拠点とすべく2009年に開設した企業博物館施設である。博物館は小豆文化を伝えるため、小豆の原産地である商用樹林帯をイメージした里山庭園と一体で設計されている。外壁を小豆色に施された博物館の内部は各階にまたがって展示室が配置され、吹き抜けの展示室に置かれた実物10倍台の模型。 十倍小豆を中心に、同心炎上の海遊動線が設けられている。付属施設としては、小豆料理を提供するレストラン、小豆の調理体験室等がある。展示テーマである小豆への関わりとユニークな展示方法が評価され、2013年日本、展示学会賞作品賞を受賞した。設計都市校は、館建物については、鹿島建設グループが、庭園については、 高校園を手掛けた大北美小園が担った。当館マスコットキャラクターのあずきさんはミュージアムキャラクターアワード2012で優勝した。ありがとうございます。